こんにちは、山口県産田中美香です。2021年明けましておめでとうございます。この動画は年末年始のルーティーンとか過ごし方みたいな動画になってると思うんですけど、まずね、新年の挨拶をして抱負をね、ちょっとだけ語ってから本編に行きたいと思います。今年はな、具体的に言うと歌ってみた、踊ってみたを増やしたい。去年結構少なかったよね。歌と踊りって結構こう映えるコンテンツなわけで、でその映えるコンテンツが大好きなわけだから、それをもっと世に出さない手はないな。あと体に優しくしようかな。大食いとか無理したりすること、いやそれもね、私自分好きなのよ、無理するのも。でもね、体がガタが来る、頻繁には大食いできない、難しかったんだよね最近。心は無理したがってても体はもうついてこないんですよ。いやいや、みかんちゃんまだあんた24歳でしょ。確かに若いよ、若いけど来るもんは来るのよ。変なことしてたら来るのよ。やっぱり普通さ、大食いをさ1週間の間に3回するなんてまずないでしょ。でそういう時もたまにあったんですよ。体がおかしくなっちゃうよ。無理しないようにします。にゃん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 。無理したい時はするよ。食べるコンテンツはやめないですけど、大食いを続けてやるとかはさすがにやめようかな。あとね、まあもちろん数字を追いかけるのも大事かなと思うんだけど、数字をめちゃめちゃ追いかけるっていうよりかは、自分の好きなこと、やりたいこと、うわこれみんな喜んでくれるかなって思うことを全力でやっていきたいなと。もっともっと世に露出を増やして、いろんなことができるようになっていきたいなと、ぐらいかな。こんな感じです。成り行き、なるようになるさ。ってことでね、大晦日のお昼ぐらいからカメラ回してるので、そこから年越して1日の過ごし方みたいなのをね、動画にしたので、本当に明けましておめでとうございました。ここまで YouTube やれてるのも皆さんのおかげです。今年もよろしくお願いいたします。にゃんにゃん。ってことで、お正月ルーティーン、レッツゴー。今日は朝起きて本読んで編集して、ご飯食べて編集今してます。大晦日です。で、私の今日の唯一の楽しみ、年末ジャンボ抽選結果が出てます。もう私はこれにどれだけ命をかけているか。やばい、当たった時に大声を出してしまわないように、だって近所にね、わこんなに大声を出したってことはこいつ宝くじ当たったな思われたらいけないので、もう当選しても静かにって喜ぶことにします。当選する気満々で、この前焼肉にも行ったし、お金をポン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 って使ったんですよね。なぜなら宝くじが当選するから、1億円当たる予定だから、5000円の焼肉だなんてね、安いもんですよ。だってこの後1億円手に入るのですから、もう何ですか、1億円に叩かれたって痛くも痒くもない。1億円に叩かれたいね。9000円分買いました。何買おうかな、いっぱい焼肉食べよう。普段ギャンブルとかせんけどさ、やっぱ1年に1回ぐらい9000円のギャンブルぐらいしてもいいのかな。どうせ当たんないからって言って買わない人いるけど、でも実際当たってる人がいて、買わないと当たんないわけですよ。え、どうしよう、これ1億円当たったら私この動画出せないわ。まあまあ一応取っておこうね。150、まあまあまあ分かってたよ。1000万円次狙います。次1992、どうしてだよ、悪魔的だ。1300、どう、300円、あー9000円が900円になった。あ、これ3000円だよ。3600円でした。これで私は焼肉をまた食べに行きます。おう、私を何分待たせる気だ。5分なんぞ待てないぞ。2分だ。私はだいたいカップ麺は5分であろうが3分であろうがいつも2分で食べます。片麺が好きだからね。下関って九州寄りじゃん。でも九州ってすごい柔らかい麺、うどんとかめっちゃ柔らかい麺好きじゃない。やっぱり私はこう香川寄り、コシのあるっていうね、うどんが好きなので、ということで、わあ、これが制裁か、これがお前のやり方か。いただきます。皆さんは今何を食べてるんですか。さぞかし美味しいごちそうを家族とみんなで囲んでいることでしょう。大晦日ぐらい美味しいもの食べたかったなって。美味しいけどよ。
今年の食事終わった。いいんですよ、全国にも多分カップ麺を食べて年を越す人もねいらっしゃることでしょう。仲間仲間、ここまで見ると私すごく寂しい年越しをする人なんだなってね思うかもしれないんですけど、私は今から友達と会います。毎年年越してる友達なんですけど、近所の神社に行ってねってやって帰る。化粧して髪結んで待ちたいと思います。明けおめ、お母さんが雑煮のセットを全部作ってきてくれて、もう何もかもやってもらいっぱなし。いいんでもいいんですよ、娘だから。昨日ね結構バーって雪降ったんですよ。雪やコンコンあれやコンコン、降っても降っても山積み、うら犬は喜び、あまり猫はこたつで丸くなる丸くなる丸丸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 。うわ懐かしい匂いがしてきた。年に一度嗅ぐ匂い、年始の匂い。まままま味薄いかな。たまに怖くなるよね。実家が薄味派なんよ。自分が作るもの結構濃いものばっかりなんよね。で今味薄いなって言ったよ。もしかしてまひってんじゃないかなってね、こう調味料足すときにいつもって考えて、で考えて入れる。具沢山お雑煮いただきます。母の方角に向かっていただきます。やばい、実家の住所バレる。あーこれおいしい。結局昨日の夜近所の神社に行ってお参りしたんですよ。今年人少ないだろうなと思って行ったの。そしたらもうあらびっくり、人がねめっちゃ少ないのよ。本当はなんか車の中で年越してもいいなと思ってたんやけど、あこれはいけるなと思ってお参り行ったのね。ちらほらいる人全員若者なんだけど、なんだろうこうドキュンが多かったのよ。多分あそこで TikTok のやりなフィーダダ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 。あれね流したら全員踊れたね。あれ私神社に来たはずないけどな、ここドンキですか。神社が深夜のドンキと化してたもんね。さっき買い物に行ってカルディの福袋を買って、カルディの福袋の開封動画を撮影しました。で今からちょっとだけ編集して、親戚の家にお年玉をあげに、赤ちゃんもいるので、はぁ赤ちゃんしていきたいと思います。まあそこは映せないので帰ってくるまで。はい、ということでね帰ってきました。親戚の家に行って実家でご飯食べて今帰ってきた。この後はもう編集するだけかな。結構普通な正月だったと思うんですけど、割とこれが本当にルーティンかもしれない。年一のルーティンってなんやねんと思うよって。他の YouTuber の人の正月ルーティンとかを見て、年一なのにルーティンってって思ったんですけど、割とこれがルーティンかもしれない。定まってきた最近。みんなどんなお正月を過ごしたでしょうか。一人新年会の動画とかね撮りたいなと思ってるので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、美味しいものいっぱい食べたよっていう人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と TikTok もやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今年もよろしくお願いします。せーのバイバーイ。